はい、こんにちは、シーマ TV へようこそ。本日は7月2日、九州地方の本当豪雨、非常に心配です。去年はね、岡山もこの時期大変でしたから、本当に被害が最小限で済むように、心より記念申し上げます。題名から分かるように、今日はですね、ちょっと、ツイッターでプチ援助してる件ですね。びっくりですね。このご時世に、宇宙戦艦ヤマトにしても、機動戦士ガンダムにしても、どう言い作ろうが、戦争賛美だと思うんですよ。検閲すべきだとは思いませんけども、そこにあるかっこよさに無警戒なまま大人になってしまう人が少なくないので、ああいう作品を簡単に称賛することだけはしてはいけないという、永遠のゼロとかね、その軍の関係のものを描くと必ずこういう方が湧いてこられますよね。見てもないのに意見だけして、炎上目当てな感じが非常にしますけどね。で、発言見てると、おそらく、大きなお友達世代で、結構知識もあったりして、炎上狙いなんでしょうけどね。そこに乗っかるのはどうかなと思ったんですけど、あまりにも、ばっかだなとかという感じがしましたんで。おそらくね、1970年代の論評と同じですよね。ですから、さらば宇宙戦艦ヤマト1974年でしたかね。その辺の、古い朝日新聞の論調と同じことなんで、それにしても、ファンとしてはあんまり気持ちは良くないんですよね。ですから、結構、そのツイートに対して批判的な意見は書いてる方結構いらっしゃいます。で、リツイートしてるいらっしゃる方がまた非常に香ばしいと言いますか、面白い、これ面白いといえば不謹慎になるのかもしれないですけど、憲法9条大好きな方や、成田空港を反対、サンリズカって、私らが学生の頃はそういう表現ありましたね。三里塚闘争、あと白いヘルメットに中に核兵器の核っていうのをかぶってマスクしてビラ配ってる方々の関係の方が多いのかなと。あとそうですよね、アスカ好きでもなくシャア好きでもなく赤い旗とかが好きな方が結構いらっしゃったんで、香ばしいな、分かりやすいなっていうのは非常に思いました。その宇宙戦艦ヤマトっていうのは、私も全然戦争賛美とは思いませんけど、そう取られる方がいるっていうのは分かるんです。で、それはもちろんその言論の自由っていうのは日本で保障されてますから、それは別にいいと思うんですけど、この意見については、びっくりするなっていう、昭和の亡霊現る。最近の作品とか見てると、あれを戦争賛美として、日本は戦争すべきだっていう論調は、それこそ、いわゆる右と言われる方の発言にしても、守るための軍備という発言しかないと思うんですよね。戦前のような、もう帝国時代とは違いますからね。その辺についてのお勉強が足らないのかなと思って、びっくりしとる次第です。反論とかもいろいろ読んでますけど、やっぱガンダム関係の方の反論が多いですね。でもガンダムファンと宇宙戦艦ヤマトファンを同時に敵に回すっていうのは、非常に、愉快というか、狙ってんでしょうね。多分お暇な方なんだと思います。
年齢はね、マジンガー Z も見てたとかって言って書いてあるんで、まあおそらくそうですね、昭和40年代前半か、もしくはまあ、まあ、30年代後半から40年代序盤の方でしょうね。まあ本当に、まあ詳しくは、まあ、さっき言った内容でいろんな方がやっぱ反論してきますよ。ガンダムファンにしても宇宙戦艦ヤマトのファンにしても、そういうふうに捉えてみ見るだけが作品ではないということが分かってますからね。しかももういい大人になってる人が結構いますんで、その中でその一面だけを切り取ってこういうことを、評価、なんですかね、かっこよさに無警戒のままっていう表現をされるっていうのは非常に文化的にもまあ悲しいというか、そんな感じがしますんで。今ね、宇宙戦艦ヤマト、機動戦士ガンダム、この2つのキーワードを入れてリアルタイム検索していただくと結構あの上位にヒットすると思いますんで、まあそれでも、なんていうんですか、まあ悲しいっちゃ悲しいですよね。それぐらいのことしか思えずにあの作品を、まあ卑下ではないですよね、戦争賛美という作品ということで紹介し、アクセスを集めるっていうのは、まあそれを利用してアクセスを集めようと思って視聴回数増やすっていう私の動画も、どうかなと思うんですけど、まあこれについては、まあ私は宇宙戦艦ヤマトは大好きで、機動戦士ガンダムも、まあ宇宙戦艦ヤマトが2倍10倍海王権ぐらい好きだとしたら、機動戦士ガンダムにしても海王権ぐらいは好きですしね。その辺でそのアニメ文化自体を戦争賛美という表現で一括りにして、まあ逃げ道も作ってあるんですよね。簡単に称賛するっていうところが逃げ道作ってあって、まあでもその後のいろいろツイートのやり取り見てると、やっぱりまあそういう方なんで、まあ、まあ同世代でもそういう方がまだいらっしゃるんだなっていうのが非常に残念だと思います。私もね、もうそれこそ1986年に大学入試で大学入って、関西方面の次第、まあ関西大学なんですけど、まだそれこそいっぱいありましたよ。あの、いわゆる下馬文字っていう、当時ロナルド・レーガンでしたかね、米帝どうのこうの、あの横須賀の気候に反対する統一活動とかっていう、まあ、政権の机の上にはそれが普通に置かれてましたんでね、まあ、まあ同世代の人に、まあ、今でも、まあ、これ NG ワードになるのかな、分かれなん、NG ワードになるか分からないんですけど、共に参する、自由民主党の党っていう活動を本気でしてる方もいらっしゃいますんでね、まあその辺はあるのかなっていうのはあるんですけどね、まあ、非常にまあ笑えるっちゃ笑えるんですけど、あの機動戦士ガンダムおよび宇宙戦艦ヤマトとか他のそういうアニメに対して、そのアニメファンに対してそういうことをかっこいいとかっていうことがまあかみたいないろんなツイートもされてるんで、その辺についてはまあおそらくね同い年ぐらいだと思うんですよね。その辺がまあ情けないって言いますか、まあ所詮そんなもんかとかいう感じがしますね。考え方っていうのはまあ当時のファシズム
日本の場合はファシズムとは私は思いませんけど、まあ、結局、うん、まあご察しください。そんな感じがしましたね。いやでもここでね、あのもしかして歴史的な、まあ、猪木と馬場のタッグじゃないですけど、ガンダム派とヤマト派の歴史的和解ができるかもしれないなと思って、まあ、それはそれで面白いだと、まあ、共通の敵、うん、ちょっとヤマト派の方はねまだあんまりコメントされてないんですけど、まあ火に油ではないんですけど、もしね、まあ、興味があるんだったら、まあ、こういう方がいらっしゃるっていうことを見ていただければと思います。うちに対するコメントは自由ですんで、うん、まあちょっとね政治的な話をすると荒れますし、まあ、最近アンチの方って言いますか、そういう方も来ていらっしゃるんで、まあその辺のこともまあ書き込みしていただければ構わんです、うん、まあとにかく日本国憲法というのは言論の自由というのは保障されてますから、私今回もし誰かに対して不愉快な思いをさせた可能性はありますけど、特定個人を誹謗中傷してることはないと思いますんで、その辺ご理解いただければと思います。ちょっとね重い話になったんですが、まあ宇宙戦艦ヤマトと機動戦士ガンダムが、うん、戦争賛美作品であるっていうことを皆さんにお伝えしたかったですね。まあでもそんなこと絶対ないですよね。愛する者を守るための戦いっていうのが宇宙戦艦ヤマトで、機動戦士ガンダムについてはそれこそ少年の成長を描いて、その何が悪なのかっていうことを教えるアニメーションだと思うんですけどね。まあこれが、うん、今の発言で僕は合ってると思うんですけどね、うん、今の発言がいいと思ったら高評価、そしてチャンネル登録をぜひお願いします。もちろん拡散の方もよろしくお願いします。うん、まあ、炎上覚悟ではないですけど、まあ、このことについてはね、まあ、ちゃんとあの論議できればなと思いますんで、今週末の週末恒例ヤマト談義のテーマにしてもいいかなと思ってますんで、ぜひともいろんな意見をお聞かせいただければ幸いです。以上シーマ TV の動画をお送りしました。まあ、世の中にはねいろんな人がいて、その人の意見を全面的に否定するっていうことはないんです。ただ、うん、ご察しください。それでは失礼します。